世界怪談名作集より、配達。エルンスト・テオドーはアマーデウス・ホフマン作、岡本喜道役。諸君はすでに私が去年の夏の大部分を X 誌に過ごしたことをご承知であろう、とテオドールは話した。そこで出会った大勢の旧友や自由な快活な生活や、 色々な芸術的並びに学問上の興味こうした全てのことが一緒になってこの都会に私の腰を落ち着かせてしまったが全く今までにあんなに愉快なことはなかった私は一人で町を散歩してあるいは飾り窓の絵や塀のビラを眺めあるいは密かに往来の人々の運勢を占ったりして私の若い時からの思考を満足させていた。 この X 市には町の門に達する広い並木の通りがあって美しい建築物が軒を並べていたいわばこの並木通りは富と流行の集合地である宮殿のような功労の開花は贅沢品を売りつけようと焦っている商店でその上のアパートメントには富裕な人たちが住んでいた一流のホテルや外国の施設などの邸宅も 「みなこの並木通りにあった。こういえば諸君はこうした町が近代的生活と閲楽との焦点になっていることを容易に想像するであろう。私はたびたびこの並木通りを散歩しているうちにある日他の建築物に比べて実に異様な感じのする一軒の家をふと見つけた諸君二つの立派な大建築に挟まれて。 幅広の四つの窓しかない低い二階屋を心に描いてごらんなさい。その二階は隣の階下の天井よりわずかに少し高いくらいで、しかもあるるがままに荒れ果てた屋根や、ガラスの代わりに紙を貼った窓や、色も何も失っている塀屋、それらが何年もここに手入れをしていないということを物語っていた。これが富と文化の中心地の真ん中に立っているのであるから。 実に驚くではないか。よく見ると2階の窓に固くドアを閉め切ってカーテンを下ろしてあるばかりか往来から開花の窓を覗かれないように塀を作ってあるらしい隅の方についている門が入り口であろうが掛け金や錠前らしいものもなければベルさえもないこれは空き家にそういないと私は思った一日のうち何度規則を通っても 家内に人間が住んでいるらしい様子はさらに見えなかった。私がしばしば不思議な世界を見たと言って自分の投資眼を誇っていることはどなたもよくご承知であろう。そうして諸君はそんな世界を常識から見てあるいは否定しあるいは一生に伏せられるであろう。私自身も後になって考えると それが一向不思議でも何でもないことを発見するような実例がしばしばあったことを白状しなければならない。そこで今度も最初のうちは私を驚かすようなこの異様な配択もまたいつもの例ではないかと考えたのである。しかしこの話の要点を聞けば諸君もなるほどとうなずかれるに相違ない。まずこれからの話をお聞きください。 ある日、東西風の人たちがこの並木通りを散歩する時刻に、私は例によってこの配達の前に立って、じっと考え込んでいると、私のそばへ来て私を見つめている人のあることを突然に感じた。その人は P 伯爵であった。伯爵は私に向かって、この空き家は隣の立派な菓子屋の工場である。開花の窓の兵はただかまどのためにこしらえたもので。 2階の窓の厚いカーテンは商売物の菓子に日光が当たらないように下ろしてあるまでのことで別に何の秘密があるわけではないと教えてくれたそれを聞かされて私はバケツの冷たい水を出し抜けにぶっかけられたように感じたしかしそれが菓子屋の工場であるという P 伯爵の話を何分にも信用することができなかったそれはあたかもおとぎ話を聞いた子供が 本当にあったことだと信じていながらも、ふとした気まぐれにそれを嘘だと思ってみるような心持ちであった。しかし私は自分がバカであるということに気がついた。かの家は依然としてその外形に何の変化もなく、いろいろの空想は自然に私の頭の中から消えてしまった。ところがある日偶然の出来事から再び私の空想が働き出すようになったのである。 私はいつもの通りにこの並木通りを散歩しながらかの配達の前まで来ると無意識に2階のカーテンの降りている窓を見上げたその時貸子屋の方に接近している最後の窓のカーテンが動き出して片手がと思う間に一本の腕がそのひだの間から現れた私は早速にポケットからオペラグラスを取り出してみると実に肉付きの良い美しい女の手で その小指には大きいダイヤモンドが異様に輝きその白いふくよかな腕には宝石をちりばめた腕輪が輝いていたその手は妙な形をしたひょろ長いガラス瓶を窓の張り出しに置いて再びカーテンの後ろへ消えてしまったそれを見て私は石のように冷たくなって立ち止まったがやがて極度の愉快と恐怖とが入り交じったような感動が電流の温かみを持って 体中を流れ渡った私はこの不思議な窓を見上げているうちにおのずと心の奥から希望のため息があふれ出してきたのであるしかも再び我に帰ってみると私の周囲には物珍しそうな顔をしてかの窓を見上げている見物人がいっぱいに突っ立っているではないか私は腹が立ったので誰にも悟られないようにその人垣を抜けてしまった すると今度は常識という平凡極まる悪豆が私の耳のそばでお前が今見たのは日曜日の晴れ着を着た金持ちの菓子屋の女将さんが薔薇香水か何かをこしらえるために使った空き瓶を窓の張り出しに置いただけのことだとささやき始めた考えてみるとあるいはそうかもしれないしかもその途端に非常な明暗が浮かんだので私は道を引っ返して 「鏡のように磨き立てた菓子屋の店へ入った」「まずチョコレートを1杯注文してそれを悠々と飲みながら私は菓子屋の職人に言った」「君は隣にうまい建物を持っているじゃないか」「相手は私の言葉の意味がわからないと見えて帳場に寄りかかりながら毛源らしい微笑を浮かべて私を見ているので私はあの空き家を工場にしているのは利口なやり方だと」 私の意見を繰り返して言った。「ご冗談でしょう旦那一体隣の家が私たちの店のものだなんて誰からお聞きになったんです」と職人は口を切った「私が探索の計画は不幸にして失敗したのである」「しかしこの男の言葉から察するとあの空き家には何かの違和くがあるらしいような気もするのであった」 諸君は私がこの男から、かの配達について左のような話を聞き出して、どんなに愉快を感じたかを想像することができるであろう。私もよくは知りませんが、何でもあのうちは Z 伯爵の持ち物だということだけは確かです。伯爵の令状は当時ご領地の方に住んでいて、もう何年もここへお見えになりません。人の話を聞くと、 あの家もうまだ陶紺のような立派な建物ができない昔にはなかなか洒落たお屋敷でこの並木通りの名物だったそうでしたが今じゃもう何年となく空き家同様にうっちゃらかしてあるんですそれでもあそこには人に会うのが嫌いだという偏屈な執事のじいさんとバカに不景気な犬がいましてね犬のやつめ時々に裏の庭で月に吠えついていますよ 世間じゃあ幽霊が出るなんて言っていますが実のところこの店を持っている私の兄貴と私とがまだ人の寝静まっている頃から起きて歌詞のこしらえにかかっていると塀の向こう側で変な音のするのを毎日聞くことがありますがそれがゴロゴロというように響くかと思うとまた何かかきむしるような音がして何とも言えない嫌な心持ちがしますよついこの間なども 変な声でなんだか得体のわからない歌を歌っていました。それが確かにばあさんの声らしいんですけれど、そのまた調子が途方もなくかんだかで、私もずいぶんいろいろの国の歌い手の歌を聞いたことがありますが、今まであんな調子の高い声は聞いたことがありません。自然に身の毛がよだってきて、とてもあんなきちがいじみた化け物のような声をいつまでも聞いてはいられなかったので、よくはっきりとはわかりませんが、 どうもそれがフランス語の歌のように思われました。それからまた往来の途切れた真夜中にこの世のものとは思われないような深いため息やそうかと思うとまた気違いのような笑い声が聞こえてくることもあるんです。なんなら旦那私のうちの奥の部屋の壁に耳を当ててごらんなさいきっと隣のうちの音が聞こえますよ。こう言って、 彼は私を奥の部屋へ案内して、窓から隣を指さした。そこの塀から出ている煙突が見えましょうあの煙突から時々猛烈に煙を吹き出すので、どうも火の用心が悪いと言って、うちの兄貴がよくあの執事と喧嘩をすることがあるんです。それがまた冬ばかりじゃない。点で火の気何度のいらないような真夏でさえもなんですからね。 あののは食事の支度をするんだと言っているんです。あんなけだものが何を食うんだか知りませんけれど煙突から煙がひどく出るときにはいつでもう中に変な臭いがするんですよちょうどそのときに店のガラス戸が開いたので菓子屋の職人は急いで店の方へ出て行って今入ってきた客に挨拶しながらちらりと私の方を見返ってメガで合図したので 私はすぐにその客がレイの不思議な屋敷の執事であることを直覚した。わし花で口を一文字に結んで猫のような目をして薄気味の悪い微笑を浮かべてミイラのような顔色をしている痩せ型の高徳を想像してごらんなさい。さらに彼はその紙に古風な高いカモジを入れてその先を後ろに垂らした上にコテコテと紙粉をつけ ブラシはよくかけてあるがもうよほどの年数者らしい褐色の上着を着て灰色の長い靴下にバックルのついたつま先の平たい靴を履いている彼は痩せているにもかかわらずすこぶる頑丈な骨組みをして手は大きく指は長くかつ節高でしっかりした足取りで跳馬の方へ進んでいったがやがてどことなく間の抜けたような笑いを見せながら 砂糖漬けのオレンジを二つと破綻鏡を二つと砂糖のついた栗を二つと鼻声で言うこの小男の老人の姿を心に描いてごらんなさい。菓子屋の職人は私に微笑を送りながら老人の客に話しかけた。どうもあなたはお加減がよろしくないようですね。これもお年の生徒でも言うんでしょうな。どうもこの年というやつは、 我々の体から力を吸い取るんでね。老人はその顔色を変わらせなかったが、その声を張り上げた。年のせいだと年のせいだと。力がなくなる。弱くなる。おお。彼はその関節が砕けるかと思うばかりに両手を打ち鳴らすと、店全体がビリビリと震えて、 棚のガラス器や帳場はガタガタと揺れたそれと同時にものすごい叫び声が聞こえたので老人は自分の後からついてきて足元に寝転んでいる黒犬に近寄った「畜生地獄の犬め」レイの哀れな調子でうなるように怒鳴りながら栗一つを袋から出して犬に投げてやると彼は人間のような悲しそうな声を出したが 急におとなしくなってリスのようにその栗をかじり始めたやがて犬が小さなごちそうを平らげてしまうと老人もまた自分の買い物を済ませた「さようなら」と老人はあまりの痛さに相手が思わずあっと言ったほどに貸子屋の職人の手を強く握りしめた「弱い年寄りはお前さんがいい夢を見るように祈っているよ」 お隣の大将。老人は犬を連れて出て行った。彼は私に気がつかないらしかった。私は呆れたようにただ呆然と見送っていると職人はまた話し出した。どうですご覧の通りです。月に2、3度ここへ来るたびにいつも決まってあんな風なんです。あのじいさんについていくら探してみても、 以前は Z 伯爵の従者で今はあの屋敷の留守番をして何年もの長い間主人一家の来るのを待っているのだということだけしかわからないんです時はあたかも町の贅沢な人たちが一種の流行でこの綺麗な貸し屋へ集まってくる国元になってきたので入り口のドアは休みなしに開いて店の中がガヤガヤし始めたので。 私はもうこれ以上に尋ねるわけには行かなくなった。私は先に P 伯爵があの配達について話したことが全く嘘であることを知った。あの人嫌いの老執事は不本意ながらも他の人間と一緒に住んでいて、その古い壁の後ろには何かの秘密が隠されているということを知った。それにしてもあの窓際の美しい女の腕と、 君の悪い不思議な歌の声の主とをどう結びつけたものであろうか。あの腕が年を取った女の皺だらけの体の一部であろうはずがない。しかし菓子屋の職人の話では、歌の声は若い血気盛りの女性の喉から出るものでもないらしい。私はそれをひいき目に見て、これはきっと音楽の素養によって若い女がわざと年寄りらしい声を作ったものか。 あるいは菓子屋の職人が恐怖のあまりにそんな風に聞き誤ったのではないかと判断を下してみたしかしかの煙突の煙のことや異様な匂いや妙な形のガラス瓶のことが心に浮かんだ時宿命的な魔法の呪縛にかかっている美しい一人の女の姿が生けるがごとくに私の幻影となって現れてきた。そうして、 かの執事は伯爵家とは全く無関係の魔法使いで、あの配達のうちに何か魔法のかまどを作っているのではないかとも思われてきた。私のこうした空想はだんだんにたくましくなって、その晩の夢に、かのダイヤモンドのきらめく手と腕輪の輝く腕とをありありと見るようになった。薄い灰色のもやの内から愛眼しているような青い目をした。 可憐な娘の顔が見えたかと思うとやがてその優しい姿が現れたそうして私がもやだと思ったのは幻の女の手に握られているガラス瓶の内から輪を作って湧き出している美しい煙であった「ああ私の夢に現れてきた美しいお嬢さん」と私は張り裂けるばかりに叫んだ「あなたはどこにいるのです?」 何があなたを自爆しているのです。それを私に教えてください。いや、私は皆知っています。あなたを監禁しているのは、腹黒い魔法使いです。八分の五の調子で悪魔の歌を歌った後で、褐色の着物にカツラをつけて、菓子屋の店をうろつき歩いて、自分たちの食い物を素早くかき集め、栗を持って悪魔の弟子の犬目を飼っている、あの意地悪な魔法使いにとらわれて、 あなたは不運な奴隷となっているのです。美しい、愛らしい幻のあなたよ。私は何もかも知っています。あのダイヤモンドはあなたの浄化の繁栄です。しかもあの腕にはめている腕輪こそはあなたを縛る魔法の鎖です。その腕輪を信じてはいけません。もう少し我慢なさい。きっと自由の身になれます。 どうぞあなたのバラのつぼみのような口を開いてあなたの居所を教えてください。この時不し暮れだった手が私の肩越しに現れてたちまちガラス瓶を叩きつけたので瓶は空中でみじんに砕けて散乱し弱い悲しそうなうめき声とともに可憐の幻影はたちまち闇のうちに消え失せた。夜が明けて私は夢から覚めると 急いで並木通りへ行っていつものようにそれとなくレイの配達をうかがっていると菓子屋に接した2階の窓にピカリと何か光ったものがあった近寄ってみると鎧戸が開いて細めに開けたカーテンの隙間からダイヤモンドの光が私の目をいた「いや閉めたぞ」「夢のうちで見たかの娘がふくよかな腕に頭を持たせかけながら」 しとやかにに哀願するるように私の方を見ていいではないか。しかし、この激しい往来の中に突っ立っているとまたこの間のように人目に立つ恐れがあるので私はまず家の真正面にある歩道のベンチに腰をかけて静かに不思議な窓を見守ると彼女は確かに夢の女であるが私の方を見ていると思ったのは間違いで。 彼女はどこを見るともなしにぼんやりと下を見下ろしているのであった。そのまなざしはいかにも冷ややかでもし時々に手や腕を動かさなかったらば私はよく描けている絵を見ているのではないかと思うくらいであった。私はこの窓の神秘的な女性に魂を奪われてしまって私のそばへ押し売りに来たイタリア人の物売りの声などは耳に入らないほどに興奮していた。 そのイタリー人はとうとう私の腕を叩いたので私ははっと我に帰ったがあまりにいまいましかったので俺に構うなあっちへ行けと言ってやったがまだ口開けだからとしつこく言うので早く追い払おうと思ってポケットの金を出しにかかると彼は言った旦那こんなに素敵なものがあるんです彼は箱の引き出しから小さな丸い懐中鏡を取り出して 私の鼻の先へ突きつけたので何の気もなしに見返るとその鏡の中には配達の窓もかの幻の女の姿もありありと映っているではないか私はすぐにその鏡を買ったそうして鏡の中の彼女の姿を見れば見るほどだんだんに不思議な感動に打たれてきたじっと瞳を凝らして鏡の中を見つめていると さながら市民病が私の視力を狂わせてしまったようにも思われてきた。幻の女はとうとうその美しい目を私の上に注いだ。その柔らかい目の光が私の心臓に染み通ってきた。あなたは可愛らしい鏡をお持ちですな。こういう声に夢から覚めて私は鏡から目を離すと。 私の両側には微笑を浮かべながら私を眺めている人たちがあるので、私もすこぶる面食らってしまった。かの人たちは私と同じベンチに腰をかけて、おそらく私が妙な顔をして鏡を眺めているのを面白がって見物していたのであろう。あなたは可愛らしい鏡をお持ちですな。私が先に答えなかったので、 その人は再び同じ言葉を繰り返した。しかもその人の目つきはその言葉よりもさらに雄弁に。どうしてお前はそんな気違いじみた目つきをしてその鏡に見とれているかと私に問いかけているのであった。その男はもう初老以上の年配の紳士でその小姉や目つきがいかにも恩和な感じを与えたので私は彼に対して自分の秘密を隠してはいられなくなった。 私はかの窓際の女を鏡に映していたことを打ち明けた上であなたもその美しい女の顔を見なかったかと聞いた「ここからあの古い屋敷の2階の窓に?」その老人士は驚いたような顔をしてオウム返しに問い返した「ええそうです」と私は大きい声を出した。 老心子は笑「いながら答えた。いやどうもそれは不思議な妄想ですな」「いやこうなると私の老眼を神様に感謝せざるを得ませんな」「なるほど私もあの窓に可愛らしい女の顔を見ましたがね」「しかし私の目には非常に上手な油絵の肖像画としか見えませんでしたがね」 私は急いで振り返って窓の方を眺めるとそこには何者もいないばかりか鎧戸も閉まっていた老紳士は言葉を続けた「惜しいことでしたよもうちっと早ければよう御座んしたにちょうど今あの屋敷にたった一人で住んでいる老執事が窓の張り出しに油絵を立てかけてその誇りを払って鎧戸を閉めたところでした」。 では本当に油絵だったのですか?と」と私はドギマギしながら聞いた「ご安心なさい」と老心誌は言った「私の目はまだ確かですよ。あなたは鏡に映ったものばかり見つめていられたから余計に目が変になってしまったのです。私もあなたぐらいの時代にはよく美人画を思い出しただけで大いに空想を描くことができたものでした。 しかし、手や足が動きました、と私は叫んだ。そりゃ動きました。確かに動きましたよ。老心師は私の肩を軽く叩いて、立ち上がりながら丁寧にお辞儀をした。本物のように見せかける鏡には気をつけた方がようござんすよ。こう言って彼は言ってしまった。あの親父め。 俺をバカな空想家扱いにしやがったなと、こう気がついた時の私の心持ちは、おそらく諸君にもわかるであろう。私は腹立ち紛れに我が家へ飛んで帰って、もう二度とあの配達のことは考えまいと心に誓った。しかし、かの鏡はそのままにして、いつもネクタイを結ぶときに使う兄台の上に放り出しておいた。ある日、 私がその鏡台を使おうとして何の気もなしにかの鏡に目を留めるとそれが曇っているように見えたので手に取って息を吹きかけて吹こうとするとき私の心臓は一時に止まり私の細胞という細胞がうれしいような恐ろしいような感激におののき出した私がその鏡に息を吹きかけたとき紫のもやの中から かの幻の女が私に笑いかけているではないか。諸君は私を懲り性のない無双家だと笑うかもしれないが、ともかくもそのもやが消えるとともに、彼女の顔も霊露たる鏡の中へ消え失せてしまったのである。それから幾日の間の私の心持ちを今さくどく説明して、諸君を退屈させることもあるまい。ただその間に私は幾度か、 かの鏡に息をかけてみたが幻の女の顔が現れる時と現れない時とがあったことだけを断っておきたい彼女を呼び起こすことのできない時には私はいつもかの配達の前へ飛んで行ってその窓を眺め暮らしていたがもうそこらには人らしいものも見当たらなかった私はもう友達も仕事も全く振り捨てて朝から晩まで気違いのようになって 幻の女のことを思い詰めていた。こんなくだらないことはやめようと思いながらも、それがどうもやめられないのであった。ある日、いつもより激しくこの幻影に襲われた私は、かの鏡をポケットに入れると、精神病の大化の軽博士のもとへ急いで行った。私は一切の話を包まず打ち明けて、この恐ろしい運命から救ってくれと哀願すると、 静かに私の話を聞いていた博士の目にも一種の驚きの色がひらめいたいやそうご心配のことはないでしょうまあ私の考えではじきに治ると思いますよあなたは自分から魔法にかかっていると思い込んでそれと戦おうとしているがためにかえってモーネンが起こるのですまずあなたのその鏡を私のところへ置いていって 先進にお仕事に没頭なさるようにお勤めなさい。そうして忘れても並木通りへは足を向けないようにして、一日の仕事をしてから長い散歩をしては、お友達の一座と楽しくお過ごしなさい。食事は十分にとって、栄養の豊かなブドウ酒をお飲みなさい。それから私は、その配達の窓や鏡に現れる女の顔の執念深い幻影と戦って、 あなたを心身ともに丈夫にしてあげるつもりですからあなたも私の味方をする気になって私の言う通りを守ってください」と博士は言ったしぶしぶながらに鏡を手放した私の態度を博士はじっと見ていたらしかったそれから博士はその鏡に自分の息を吹きかけてそれを私の目の前へ持ってきた「何か見えますか?」 い,いえ、何にも。と私はありのままを答えた。では、今度はあなた自身がこの鏡に息をかけてごらんなさい。と、博士は私の手に鏡を渡した。私は博士の言うとおりにすると、女の顔が鏡の中にありありと現れてきた。あ女の顔が。という私の叫び声に、博士は鏡の中を見ていった。 私には何にも見えませんね。しかし実を言うと、鏡を見たときに私もなんとなくブルブル寒気がしました。もっともすぐに何でもなくなりましたが。では、もう一度やってみてください。私はもう一度その鏡に息を吹きかけると、その途端に白紙は私の首の後ろへ手をやった。女の顔は再び現れた。 私の肩越しに鏡に見入っていた博士はさっと顔色を変えて私の手からその鏡を奪うように引っ取って最新にそれを改めていたがやがてそれを机の引き出しに入れて情をかけてしまったそれからしばらく考えた後に彼は私のところへ戻ってきたでは早速に私の指図通りにしてください実のところ どうもまだあなたの幻影の根本が飲み込めないのですがまあなるたけ早くあなたにそれを知らせることができるようにしたいと思っています」と博士は言った博士の命令通りに生活するのは私にとって困難なことではあったがそれでも無理に実行するとたちまちに規則正しい仕事と栄養物の効果が現れてきたそれでもまだ昼間も 静かな真夜中には特にそうであったが恐ろしい幻影に襲われることもあり愉快な友達の一座にいて酒を飲んだり歌を歌ったりしている時ですらも焼けただれた合口が私の心臓に突き通るように感じる時もあったそういう場合には私の理性の力などは何の役にも立たないので呼んどころなくその場を引き下がって そのの状態かららめるまでは再び友達の前へ出られなないようなこともあった。ある時こういう発作が非常に猛烈に起こってかの幻影に対する不可抗力的な証形が私を狂わせるようになったので私は往来へ飛び出して不思議な家の方へ走って行くと遠方から見た時には固く閉じられた鎧戸の隙間から光が漏れているらしく思われたがさて近寄ってみると そこらは全て真っっ暗であった。私はいよいよ取りのぼせて入り口のドアに駆け寄るとそのドアは私の押さえないうちに後ろへ倒れた重い息苦しい空気の漂っている玄関の薄暗い火の中に突っ立って私は異常の恐ろしさと苛立たしさに胸をとどろかせているとたちまちに長い鋭い一声が家の中で響いた それは女の喉からら出たらしい。それと同時に私は封建時代の金色の椅子や日本の骨董品に飾り立てられてまばゆいばかりに照り輝いている大広間に立っていることを発見した私の周りには強い香りが紫のもやとなって漂っていたさあさあ花婿様ちょうど結婚の時刻でござります 女の声がしたときに、私は定めて清掃した若い清楚な貴婦人が、紫のもやの中から現れてくるものと思った。ようこそ、花婿様。と、再び金切り声が響いたと思う刹那。その声の主は腕を差し出しながら私の方へ走ってきた。夜年並みと狂気とで醜くなった黄色い顔がじっと私に見入っているのである。 私は恐ろしさのあまりに後ずさりをしようとしたが、蛇のように軽々とした鋭い彼女の目は、もうすっかり私を呪縛してしまったので、この恐ろしい老女から目をそらすことも、身を引くこともできなくなった。彼女は一歩一歩と近づいてくる。その恐ろしい顔は仮面であって、その下にこそ幻の女の美しい顔が潜んでいるのではないかという考えが、 稲妻のように私の頭にひらめいたその時である彼女の手が私の体に触れるか触れないうちに彼女は大きいうなり声を立てて私の足元にばたりと倒れた「はははは」「悪性者めがお前の美しさにちょっかいを出しているな」「さあ寝てしまえ寝てしまえさもないと無知だぞ手ひどいやつをお見舞い申すぞ」 こういう声に私は急に振り返ると、かの老室児が寝巻きのままで頭の上に鞭を振り回しているではないか。老室児は私の足元にうなっている彼女をあわやぶちのめそうとしたので、私は慌ててその腕をつかむと、老室児は振り払った。悪性者め、もしわしが助けに来なければ、あの老いぼれの悪魔めに食い殺されていただろうに。 さあ、すぐにここを出て行ってもらおう」と彼は怒鳴った私は広間から飛んで出たが何しろ真っ暗であるのでどこが出口であるか見当がつかないそのうちに私の後ろではヒューヒューという無知の音が聞こえて女の叫び声が響いてきたたまらなくなって私は大きい声を出して救いを求めようとした時足元の床がぐらぐらと揺れたかと思うと 階段を四五段も転げ落ちて嫌というほどにドアへ叩きつけられながら小さい部屋の中へうつ伏せに倒れてしまったそこには今慌てて飛び出したらしい空の寝床や椅子の背にかけてある褐色の上着があるので私はすぐにここが老室児の寝室であることを悟ったすると荒々しく階段を駆け下りてきた老室児はいきなり私の足元にひれ伏していった あなたがどなた様にもしろ。また、どんなことをしてあのゲス女の悪魔めがあなたをこの邸内へ誘い込んだにもしろ。どうぞここで起こった出来事を誰にもおっしゃらないでください。私の地位に関わることでございます。あのキチガイの夫人は懲らしめのために寝床にしっかりと縛り付けておきました。もうすやすやと眠っております。今晩は暖かい七月の晩で、 月はございませんが、星は一面に輝いております。では、おやすみなさい。彼は私に哀願した後、ランプを取って部屋を出て、私を門の外へ押し出して女王を下ろしてしまった。私は気違いのようになって我が家へ急いで帰ったが、それから四五日は頭がすっかり変になって、 この恐ろしい出来事を全く考えることができなかったただあんなに長い間私を苦しめていた魔法から解放されたということだけは自分にも感じられたしたがってかの鏡に現れた女の顔に対する私の承継の熱も冷めかの配達における恐ろしかった光景の記憶も単に何かの拍子に風天病院を訪問したぐらいの追憶になってしまった かの老執事がこの世の中から全く隠されている高貴な恐怖人の暴君的な監視人であることはもう疑う余地もなかった。それにしてもあの鏡は何であろう今までのいろいろの魔法は何であろうまあ、これから私が話すことを聞いてください。それからまた四五日の後、私は P 白尺の夜会に行くと、 伯爵は私を片隅に引っ張ってきて、あなたはあの配達の秘密が漏れ出したのをご存知ですかと、微笑を浮かべながら話しかけた。私はこれに非常に興味を感じて、伯爵がその後を続けるのを待っていると、惜しいことにちょうど食堂が開かれたので、伯爵もそのまま黙ってしまった。私も伯爵の言葉を夢中になって考えながら、 ほとんど機械的に相手の若い娘さんに腕を貸して社交的な行列の中に加わったそうして私は定められた席へその娘さんを導いてから初めてその娘さんの顔を見るといや驚いたかの幻の女が私の目の前に突っ立っているではないか私は心の底まで震え上がったがかの幻影に悩まされていた当時のように きちがいじみた象形は少しも起こってこなかったそれでも相手の娘さんがびっくりしたように私の顔をじっと眺めているのを見ると私の目にはやはり恐怖の色が現れていたに相違なかった私はやっとのことで気を鎮めると照れ隠しに「あなたには以前どこかでお目にかかったような気がしますが」と言うと意外にも「生まれてから初めて昨日この X 市に来たばかりですと」と 相手にあっさりと片付けられてしまったので私の頭は余計に混乱して夫人に無作法ではあったがそのままに黙っていたしかも彼女の優しい目で見られると私は再び勇気が出てこの新しい相手の娘さんの心の動きを観察してみたいような気にもなってきた「確かにこの娘さんは可愛らしいところはあるが」 何か心に屈託がありそうにも見えたお互いの話がだんだん弾んできた自分に私は大胆に辛辣な言葉を時々に用いるといつも微笑していたがその影にはあたかも傷口に触れられた時のような苦悩が潜んでいるようであったお嬢さん今夜はバカにお元気がないようですが今朝お月でしたかと 私のそばに座っていた士官がその娘さんに声をかけたその言葉がまだ終わらないうちに彼の隣にいる男が士官の腕をつかんで何かその耳にささやいたするとまた食卓の反対の側では一人の夫人が興奮して顔を真っ赤にしながら夕べ見てきた過劇の話を大きな声で語り始めた こうした愉快そうな環境が彼女の寂しい心にどう響いたのか、その娘さんの目には涙がこみ上げてきた。私、バカですわね。と、彼女は私の方を向いていった。それからしばらくして彼女は頭痛がすると言い出した。なあに、ちょっとした神経性の頭痛でしょう。この甘美な詩人の飲料。 シャンパン酒の泡の中でブクブク言っている快活な魂ほどよく効く薬はありませんよ。と私は心安立てにこう言いながら彼女のグラスにシャンパンをいっぱいに注いでやると彼女はちょっとそれに口をつけて私の方に感謝の目を向けた。彼女の気分は引き立ってきたらしくこのままでいったら何もかも愉快に済んだかもしれなかったのであるが 私のシャンパングラスがふとした弾みで彼女のグラスと触れた刹那彼女のグラスから異様な甲高い音が発したので彼女も私も急に顔色を変えたそれはかの配達の気違い女の声の響きと全く同様であったからであったコーヒーが出てから私はうまく機械を作ってピー伯爵のそばへ行くと伯爵は私のこの行動を早くも悟っていた あなたは隣の夫人が江戸美奈伯爵家の霊場であることを知っていますかそれから長い間富士の精神病に苦しみながらあの配達に住んでいるのがあの娘さんのおばであるということを知っていますかあの娘さんは今朝母親と一緒に不幸なおばに会いに来たのですあの恐怖人の暴れ狂うのを鎮めることのできるものはかの老執事のほかになかったのですが そののたただ一人の人間がにににわわかに重病にかかったというわけです。何でもあの娘さんの母親は K 博士に伺ってあの家の秘密を打ち明けたそうですよ。K 博士その名はすでに諸君もご承知のはずであるそこで言うまでもなく私は少しも早くその謎を解くために博士の宅を訪問して私の安心ができるように 詳しくかの伯助の話をしてくれと頼んだ以下は秘密を守るという約束で博士が私に話してくれた物語であるアンジェリカ Z 伯爵霊場はすでに三十の坂を越えていたがまだなかなかに美しかったので彼女よりもずっと年下のエドビナ伯爵は熱心に自分の恋を打ち明けたそうして 二人はその運試しに父、Z 伯の屋敷へ行くことになった。ところが、エドビナ伯爵はその屋敷へ入って、アンジェリカの妹を一目見ると、姉の養殖が急に焦ってきたように思われて、彼女に対する熱烈な恋は夢のように覚めてしまい、さらに妹のガブリエルとの結婚を父の伯爵に申し込んだのである。Z 伯爵は妹娘もエドビナ伯爵を憎く思っていないのを知って すぐに二人の結婚を許した姉のアンジェリカは男の裏切りを非常に恨んだが表面はいかにも彼を軽蔑したように「なあに伯爵は私の鼻についたおもちゃであったということをご存じないんだわ」と言っていたしかもガブリエルとエドビナ伯爵の婚約式が済んでからはアンジェリカは一家の団らの席に顔を見せないことも少なくなかった。 それのみならず彼女は食堂にも出ないでほとんど一日を森の中の一人歩きに暮らしていたここに一つの異様な事件がこの城における単調な生活を破ったある日村の百姓のうちから選抜された Z 伯爵家のカリウドらが最近に隣の領地で殺人や窃盗をもって告訴されたジプシーの一団を捕獲して男たちは鎖につなぎ 女子供は馬車に乗せて城の中庭へ引っ立ててきた。女のジプシーの群れの中では頭から足の先まで真っ赤な肩掛けを着た一人のひょろ長い痩せこけたものすごい顔の老婆がすぐに目についたその老婆は馬車の中に立っていかにも横平な声で自分を馬車から降ろせと命令するように言い放つとその態度に恐れをなして 伯爵の家来たちはすぐにその老婆を下ろしてやった Z 伯爵は中庭へ降りてきてこの囚人団を城の地下室の牢獄へつなぐように命じたその途端に髪を乱し恐怖の色をその顔にみなぎらしたアンジェリカが屋敷のちから走り出て父の足元にひざまずいた,あたい「あの人たちを許してやってくださいお父様あの人たちを許してやってください」 もしお父様があの人たちの血一滴でもお流しになれば私はこのナイフで私の胸を突き通しますナイフを打ち振りながら鋭い声でこう叫ぶとそのまま気を失ってしまった「そうですともそうですともお美しいお嬢様私はあなたが私たちをお助けくださることをよく存じております」こう金切り声で叫んだ後 ジプシーの老婆は何か口の中でつぶやきながらアンジェリカの体にのしかかって胸が悪くなるような接吻を彼女の顔と言わず胸と言わず浴びせかけたそれから肩掛けのポケットから小さい金魚が銀の液体の中で泳いでいるように見えるガラスの小瓶を取り出してアンジェリカの胸のところへ持っていくとたちまちに彼女は意識を回復した彼女は目を老婆の上に注ぐと にわにガバと身を起こして老婆を抱きかかえ疾風のごとくに城内へ連れ去ってしまったので Z 伯爵をはじめ途中から出てきた妹のガブリエルもその恋人のエドビナ伯爵もあまりの脅威に身の毛をよだてた Z 伯爵はともかくもその囚人たちの鎖を外させて皆別々の牢獄へ入れさせた翌朝 Z 伯爵は村人を召集して その面前でジプシーらには罪のないことを宣言した上自分の領地の通過券を渡してやったがその解放されたジプシーの一団のうちにはかの真っ赤な肩掛けを着た老婆の姿はなかったきっと金鎖を首に巻いてスペイン風の帽子に赤い羽をつけているジプシーの親方が前の夜密かに伯爵の部屋を訪問して伯爵に頼み込んだのであろうと村人らは囁げき合っていた。 実際ディプシーらが去ってのち彼らは殺人でも窃盗でもないことが分かったガブリエルの結婚式の日はいよいよ近づいてきたある日中庭絵数台の荷馬車を引き込んでそれに家財道具や衣装類を山のように積んであるのを見てガブリエルはびっくりした次の日 Z 伯爵はいろいろの事情から アンジェリカが X 氏の別邸に自分一人で暮らしたいという申し出を許したということをガブリエルに言って聞かせた伯爵はその別邸を姉娘に与え家族のものはもちろん父の伯爵でさえ彼女の許可なくしてはその別邸へ出入りをしないということを彼女に誓ったそれからまた伯爵は彼女の切なる願いによって 自分の家僕を彼女の家事取り締まりのためにつけてやることをも承諾した結婚式は無事に済んだエドビナ伯爵と花嫁のガブリエルは自分たちの屋敷で水入らずの幸福な生活を営んだところが不思議なことには何か秘密な悲しみが生命を蝕んで快楽と勢力とを奪い去っていくかのようにエドビナ伯爵の健康は日ごとに衰えてきた 新妻のガブリエルは夫の心配の原因をどうかして探り知ろうとしてあらゆる手段を尽くしてみたがそれは皆徒労であったそのうちにエドビナ伯爵はこのままでは自然に食い入ってくる呪いのために取り殺されてしまうのを恐れて医者の指図するがままに断然その屋敷を後にしてピサへ出発したその折彼の新妻は身重であったので 夫と一緒に旅立つことができなかった以上はガブリエル夫人が私に打ち明けた物語であるがそれはあまりに狂気じみているのでよほど鋭い観察力を持ってしなければ話の連絡をつかむことができないくらいであったと博士は宙を入れてまた話したガブリエル夫人は夫の不在中に女の子を産んだが 間もなくその赤ん坊は邸内から何者にかさらわれて八方手を尽くして訪ねたがついにその行方が知れなかった母親の夫人の悲嘆は旗の見る目も哀れなくらいであったところへ勝てて加えて父の Z 伯爵からピサにいるはずのエドィナ伯爵が X 氏のアンジェリカの屋敷で反問を重ねて瀕死の状態にあるという手紙に接して夫人はほとんど狂気せんばかりになった。 夫人は山軸から離れるのを待って父の城へはせつけたある晩彼女は生き別れの夫や赤ん坊の安否を案じわびてどうしても眠られないでいると気のせいか寝室のドアの外でかすかに赤子の鳴くような声が聞こえるので火をともしてドアを開けてみると思わず彼女はぎょっとしたのであるドアの外には真っ赤な肩掛けのジプシーの老婆が這いつくばいながら 死をはめ込んだような目でじっと彼女を見つめているばかりか、その腕には夫人を呼び覚まさせた声の主、赤ん坊を抱えていた。あ、私の娘だ。夫人はジプチーの老婆の腕から奪い取った我が子を嬉しさに高鳴りする我が胸へしっかりと抱きしめた。夫人の叫び声に驚かされて家人が起きてきた時には、 ジプシーの老婆はもう冷たくなっていていくら解放しても息を吹き返さなかった Z 老伯爵はこの孫に関わる不可思議な事件の謎が少しでも解けはしまいかと急いで X 氏のアンジェリカの屋敷へ行った今では彼女の気違い沙汰に驚いて女中は皆逃げてしまってかの執事だけがただ一人で残っていた老伯爵が入った時には アンジェリカは平成であり意識も明瞭であったが孫の物語が始まると彼女は急に手を打って大声で笑いながら叫んだ「まああの小娘は生きていましてあなたあの小娘を埋めてくださいましたでしょうねきっと」ロ伯ハクシャクはゾッとして自分の娘はいよいよ本物の気違いであることを知ると執事の止めるのも聞かずに 彼女を連れて領地へ帰ろうとした。ところが、彼女をこの家から連れ出そうとすることをちょっとほのめかしただけで、アンジェリカはにわかに暴れ出して、彼女自身の命どころか、父親の命までが危ないほどの騒ぎを演じた。再び正気に帰ると、彼女は涙ながらに、この家で一生を送らせてくれと父親に哀願した。老伯爵はアンジェリカの告白したことは、 みんな狂気の言わせるデたらめだとは思ったがそれでも娘の極度の悩みに心を動かされてその申し出を許してやったその告白なるものはエドビナ伯爵は自分の腕に帰ってきてディプシーの老婆が父の屋敷へ連れて行った子供はエドビナ伯爵と自分との中にできた子供だというのであった。 X 氏には Z 伯爵が哀れな姉娘を城へ連れて帰ったという噂が立ったがその実アンジェリカは依然としてレイの執事の監視のもとにかの配達に隠されていたのであった Z 伯爵は間もなく世を去ったのでガブリエル夫人は父の亡き後の家庭を整理するために X 氏に戻ってきたもちろん彼女が姉のアンジェリカに会えば 必ず何かの騒動が起こるに決まっているのでガブリエル夫人は不幸な姉に会わなかったしかもその夫人は不幸な姉を老執事の手から引き離さなければならないことに気が付いたと言っていたがその理由は私にも打ち明けなかったただいろいろのことから機能的に想像してかの老執事が女主人公の暴れ出すのを折感して取り沈めるとともに 彼女が金を作り得るという盲信に釣り込まれて彼女のものすごい試験の助手を務めていたことだけは分かってきた。さて、こうした不思議な事件の心理的関係をあなたにお話申す必要はあるまいと思います。しかし、かの精神病の婦人の回復が死の鍵である最後の役目を務めたのは明らかにあなたであると思います。 それからあなたに告白しなければならないのは実は私があなたの首の後ろに手を当ててあなたの催眠状態の母体になっていた時私は私自身の目にもあの鏡の中に女の顔を見てハッとしましたよ。しかしご安心なさいあの鏡に映ったのは幻の女ではなく江戸ビ奈伯爵夫人の顔であったということがやっとわかりましたよ。 博士の話は私の精神に安心を与えるためにもこの事件についてこの以上には解釈のしようがないと言ったのでその言葉をここに繰り返しておきたい私もまた今となってアンジェリカとエドビナ伯爵とかの老執事と私自身との関係それは悪魔の仕業のようにも思えるがその関係を この上にに諸君と議論するる。必要はないように思われる「私はこの事件の直後拭い去ろうとしても拭い去ることのできない憂鬱症のために追われるようにしてこの X 氏を立ち去ったそれでもなお12ヶ月は君の悪い感じがどうしても去らなかったが突然それを忘れてしまって何とも言えない愉快な心持ちがいくつきぶりかで私の心に帰ってきたということだけを 最後に付け加えておきたいのである「私の心にそうした気分の転換が起こった刹那に X 氏ではかのチ違いの夫人が息を引き取った。